葵区高野町、飲食店が集まる静岡駅近くの街角ビル2階にある牛タン料理のお店塩屋本店さん。静岡駅ビルパルシェにも出店しており、市外にも支店がある定番店です。おしゃれな店内で様々な牛タン料理がいただけるほか、本店だけの日替わりランチもあります。平日限定、曜日で変わる肉料理の盛り合わせランチ、牛タンを使用したオリジナル料理もあり、個性のあるミックスグリルといったところ。もちろん定番な牛タン焼きがメインの定食などもお手頃な価格帯で揃っています。夜のメニューにある名物の厚切り牛タンの定食も昼から楽しめますよ。今回は月曜日の日替わりランチ、肉汁が跳ねるメインの熱々鉄板に麦飯、ミニサラダ、漬物と味噌汁がセットになっています。まずは牛タンハンバーグ。ひき肉を粗くまとめたようなそぼろ状で、あまり手ごねはしていなそうな独特な仕上がり。ところどころにコリコリとした食感が混ざり、ミンチされていない牛タンも入っているのかも。食感の変化が楽しく、スパイスが効いた濃厚なソースで麦飯が進む一品です。香ばしくグリルされたチキンソテーは定番ですが、プリッとジューシーでボリュームもあり、塩コショウが効いてこちらもおかずになりました。厚みのある牛タンのビーフシチュー、しっかり煮込まれてトロトロなのに部分的にコリッと食感が残り、肉のコクが効いたソースで旨味たっぷりです。残ったソースはチキンにつけても相性抜群でした。名物の牛タン焼きももちろん最高ですが、お手頃なランチでお肉を食べる選択肢が多いのも嬉しいですね。ぜひお試しください。